皆さんこんにちは。志摩ニュース&リポートです。終戦から76年、平和への祈りを込めた企画展が始まっています。8月6日から13日まで、志摩市役所本庁1階市民ギャラリーで比較平和パネル展を開催しています。市が所蔵する広島・長崎原爆と人間のパネル30点を展示し、戦争と核兵器の恐ろしさ、平和の大切さと命の尊さを伝えています。市の担当者は、次の世代にこのような非人道的で悲惨な体験をさせないよう、たくさんの方にご覧いただき、今ある平和について改めて意識してもらいたいと話していました。